雪山参加は、西堀栄三郎が作詞した歌である。1926年1月、京都帝国大学山岳部の仲間たちと群馬県、あずま群妻子井村の風和温泉に来ていた、西堀栄三郎が、雪で足止めされた際、退屈を紛らわせるために、仲間たちと山岳部の歌を作ろうと話し合い、詞を書いた。それがこの歌である。山岳部の仲間内で気に入っていた、 愛しのクレメンタインのメロディーに言葉を当てはめ、好きなままに詩を作ったということを、西堀自身が後に、著書で明かしている。この歌が世に出た時は、作詞者不詳とされたが、桑原武雄が、西堀英三郎を作詞者として著作権登録の手続きを行った。この著作権印税によって、京都大学山岳部の財政が潤ったという逸話も、ある。この歌は、 1951年の年間ヒット曲第10位であった。あとに、本作の代表的なアーティストとなる、ダークダックスのメンバーは、グループ結成前の1950年頃、K.O. ワグネルのメンバーとして、シガ高原に、スキーに訪れた。この時、バスの車掌が口ずさんでいる、この歌を聴き、初めてこの歌の存在を知った。あとに、風ザ温泉に、雪山参加の歌詞が混流された。 また、この歌の発祥の地である、妻恋村では、正午を告げる、防災無線のチャイムに使用している、2018年現在、歌詞は著作権保護期間内である。雪山参加の代表的な歌い手とされている、ダークダックス1958年7月に、ダークダックスが定地クレコードでレコーディングし、同年9月に5曲入り EP、ピクニックソングの1曲として発売し、 翌く1959年6月にシングルカットされた。同年の第10回 NHK 紅白歌合戦で歌唱した。ダークダックス版は1959年の定築の流行歌レコード売り上げで年間10位を記録した。1959年にはーコインズがコロンビアレコードからシングルとして発売した。その他1 9五十年代よりデュークエーセス、ボニー・ジャックスなどが歌唱し、 アルバムに収録していたアメリカ合衆国のフォークグループニュークリスティ・ミンストレルズは1965年に日本で発売したシングル雪山参加山男の歌でこの曲を日本語でカバーしている英語題は雪山参加 NHK のみんなの歌では放送開始間もない1961年12月から1962年1月にかけて放送された あらやしゅんじが編曲し、東京少年少女が圧勝団が歌った。なお、作曲名義は、アメリカ民謡とされた。雪山を連想する曲であるため、特急列車の車内チャイムでも使用されていたことがある。路線バスの観光案内で放送されている。ありがとうございます。